ベル,ベルリン封鎖、ベルリン封鎖、ベルリン封鎖は、第二次世界大戦終結後の1948年6月、ソビエト連邦政府が、西ベルリンに向かうすべての鉄道と道路を封鎖した事件である。冷戦初期を象徴する出来事である。第二次世界大戦の選挙区が、連合国軍に優勢になると、連合国では戦後処理に関する協議が開始された。 1943年10月には、モスクワで、英米その3カ国による戦後処理についての外省会談が行われ、ドイツの無条件降伏とナチ政権の壊滅、3カ国による暫定分割統治、復興協議機関としてのファクの設立などが合意事項として決定され、テヘライ会談で具体的なガイドラインが定められた。1944年1月の 第一回ファク会議でイギリスのクレメント・アトリー副首相からドイツ領土及び特別地域として扱われた首都ベルリンの共同統治案が出され承認された後9月に調印される。1944年には共同統治機関として軍政司令部や管理理事会が設立された。1945年に入ってフランスが解放されると 共同統治国にはフランスが加えられて4カ国になった。1945年4月30日、ドイツでは相当アドルフ・ヒトラーが自殺し、5月にはドイツは連合国に無条件降伏した。先だってソ連軍が占領状態に置いていたベルリンには各国の中流軍が進駐するが、独ソ戦の賠償や自国の支配権の拡大を望むソ連政府は、 西側の親中を妨害するなど、非協力的で、西ベルリン地域では、ソ連の秘密工作や不法行為も起こっていた。東ベルリンはソ連、西ベルリンは、米英物の参加国が統治し、実質的に2分割された。西ベルリンの周囲は全てソ連統治下のため、飛び地状態となった。賠償問題などをめぐり、7月のポツダム会談を、最後に、米ソ両国が、 相互不信となると、共同統治は、米英物の西側諸国と、それに対するソ連との間における対立を生じ、ベルリン市内の東西境界地域は緊張することになった。ドイツの新政府自由立が、フランスの拒絶で頓挫すると、アメリカは、世界政策として、共産主義勢力の封じ込め、トルーマンドクトリンを掲げ、 1947年6月には、ジョージ・マーシャル国務長官がヨーロッパへの経済支援、マーシャルプランを発表し、イギリスとフランス、そして西ドイツなどによる、新米国家軍による大祖共同戦線を思えした。これに、ソ連のヨシフ・スターリンは、共産主義国家の連帯組織として、コミンホルムを結成して対抗した。 1948年になると、分割占領された首都の全体をどこが支配するのかを、めぐって対立が起こった。さらにソ連は、ドイツとの戦争で甚大な被害が出ていたため取れる、ものはすべて取るという方針を取ったとから、早期復興を目指す西側三カ国と対立した、当初はフランスもドイツに、早期の賠償を犯す方針だったが、ソ連への対抗上前へと同調せざるを得なくなった。 そのような対立の中、ソ連は西ベルリンへの交通制限を西側へ通達した。4月1日にソ連軍政当局は西ベルリンへ向かう人員や貨物について検問を強行し、西ベルリンへの物資搬入にも制限がかけられた。さらに5月にソ連が6月24日に東側領域において通貨改革を実施することを宣言すると、 すかさず西側も6月20日より西側領域でも通貨改革を実施すると公表した。この結果、マーシャルプランに保証される西側通貨、マルク B、ドイツマルクが力を持つようになり、東側の通貨改革は失敗することとなった。反発を強めたソ連側は6月24日より西ベルリンへの陸路の完全封鎖を実施。 西ドイツとの間を結んでいた4本の鉄道は閉鎖され、東ベルリンとの間を結んでいた地下鉄も運休し、エルベ川と運河を経由した船舶輸送も停止され、西ドイツとの間を結んでいた4本のアウトバーンも閉鎖され、国境の検問所にはバリケードが設置されて物流を完全に停止させた。東側占領地域からの西ベルリンへの電力供給も停止された。 さらに政治宣伝を行い、西ベルリン市民の取り込みを図った。ソ連側は、物資不足に反発した西ベルリン市民により、暴動やストライキがなし、やがて社会主義革命が発生することを期待していた。そして、西側に西ベルリンの支配を放棄させることを狙っていた。この状況でも、ソ連側は、西側占領地域及び、西ドイツ国内から、 西ベルリンまでの航空路については封鎖しなかった。これは1946年2月の取り決めにより、西側からベルリンまでの3本の空路、通称ベルリン回廊は、西側諸国による自由な利用が認められていた上に、西ベルリンに居住する市民は200万人に上り、その生活を支えられるだけの物資を空輸だけで運べるとは、到底考えられなかったことと、 ソ連としても西側と全面的な対決に陥ることは避けたかったということが空路の封鎖をしなかった理由として挙げられる。ソ連による完全封鎖の開始後、西ベルリンでは燃料や食料だけでなく、石鹸やトイレットペーパーなどの生活用品や薬品までが短期間で欠乏し、市民生活が危機に陥ることが予想された。そこで、 アメリカやイギリスを中心とする西側は、アメリカ空軍のカーチする名、戦略空軍司令官らが立案した物資の空輸作戦を実施することにした。アメリカの空輸作戦の名前は、両職作戦、オペレーション、ビットルズ・オペレーション・ビットルズとされた。一方、イギリスの空輸作戦は、クレーンフェア作戦とされたが、イギリスの空輸部隊も、アメリカ側の指揮の下で活動した。 一般には、ベルリン大空輸として知られる。6月26日、ビースバーデンとラインマインの、両基地から C-47 輸送機が45トンの物資をテンペルホーフ空港に輸送し、空輸作戦が開始された。C-47 輸送機は100機以上が、かき集められ、ベルリンまでの輸送任務についた。C-47 より大型の C-54。 輸送機もアメリカ本土などから派遣された。イギリスは C-47 と同型のダコタやアブロ、ヨークなどを派遣した。7月に入ると、アメリカ空軍の軍航空輸送隊、マッツ、あとに軍事空輸軍団を経て、航空機動軍団のウィリアム・タナー少将が、臨時空輸任務軍、エリフトタスクフォース、プロビナネル、11月に第一空輸任務軍ファースト、 エリフトタスクフォースに改編の司令官に就任し、空輸作戦の指揮をとった。6月30日に、アメリカのマーシャル国務長官が、我々は、ベルリンを放棄するつもりはない。市民への食料、物資の補給は可能な限り実施されるだろうと言明し、米英は、西ベルリンを放棄せず、空輸作戦により市民生活を断固として支える、決意を示した。 西ベルリンの市民が必要とする食料は1日あたり、小麦及び、小麦粉646トン、穀類125トン、肉、魚介類109トン、油脂類64トン、乾燥ポケット180トン、乾燥野菜144トン、砂糖85トン、コーヒー11トン、粉乳24トン、イースト3トン、塩38トン、チーズ10トンの合計約1439トンと、 見積もられた。また、この他に、市内で消費する燃料の石炭や、その他の生活必需品などが1日あたり、約3000トン必要であると見積もり、空輸の最低量は1日4500トンと、設定された。これを満たすために、C-54 輸送機が続々と追加派遣され、ベルリン内空輸の主力となった。空輸作戦に使用された、 航空機は C-54 が中心となり、搭載量の少ない C-47 は早期に撤退した。他に C-74C-82YC-97A などの大型の輸送機が少数のみ試験的に投入された。機数が少なかったためこれらの大型航空機は主力とはならなかったが、以降の輸送機の発展の方向性を示すことになった。 この他にもイギリスが民間の航空会社からチャーターした輸送機を派遣したことから、アブロ・ランカストリアン、ハンドレ・ページ・ホールトン、ショートヒース、ビッカース・バイキングなどの雑多な輸送機が作戦に投入された。大量の物資を運ぶこれらの輸送機は、ベルリン市民からロジーネン・ボンバーのニックネームで呼ばれた。ベルリン大空輸に際しては、英米の他に、 フランスも当初参加していた。しかしフランスは戦勝国とはいえ対戦中には長く、ドイツの占領を受けて、地上戦の被害も大きく、国自体が復興の途上にあった。このため輸送機の数を確保できなかったことや、その参加機も事故で失われたことなどから、早期に作戦から外れた。これ以外に、イギリス連邦のオーストラリアとニュージーランド、南アフリカが、 乗務員を派遣している。空輸が開始されると、それに伴う支援体制の整備も進められた。輸送機自体の数も去ることながら、それを飛ばす乗務員を訓練することも重要であった。アメリカ合衆国本土のモンタナ州グレートフォールズ空軍基地に、ベルリン回路を想定した飛行訓練コースが開設され、ここで乗務員の訓練が開始された。 乗務員は疲労の蓄積を避けるため45日で次の乗務員と交代するローテーション配備の体制が敷かれた。また、アメリカ合衆国本土と西ドイツの航空基地を結ぶ航空路線が開設され、交代の乗務員の派遣や連絡任務に用いられた。輸送機のエンジンの整備と交換、燃料の手配、ベルリンへ輸送する物資の手配と貨物の保管。 積み込み積み下ろしなどの様々な業務について、急速に支援体制が構築され、徐々に、ベルリンへの空輸量は増加していった。1948年8月13日金曜日、宇宙の元テンペルホーフに着陸した C-54 がオーバーラン事故を起こして、炎上した。続行していた C-54 はこれを避けようとして、滑走路上でタイヤをバーストさせてしまい、 2機が滑走路上で動けなくなってしまった。混乱を回避するためにこの日の空輸作戦は中止され、飛行中の輸送機も全て引き返すことになった。この日は作戦の中の最悪の日として、ブラックフライデーとして記憶されることになった。こうした混乱の一つの原因には、急速にベルリンへの航空交通量が増大して、航空交通管制が追いついていないということがあった。 そこで最適な航空交通管制業務の研究が行われた。その結果、三本のベルリンへの航空路のうち、南北の二本をベルリンへの往路に、中央の一本をベルリンからの袋に専用に割り当てることになった。輸送機は決められた時刻と高度を守って飛行することが求められ、ベルリンで一度でもアプローチに失敗すると、着陸のやり直しは許可されず、積み荷を積んだまま。 西ドイツに引き返すことになっていた。また、当時最新のレーダーによる着陸管制装置である着陸誘導管制の設備がベルリンの空港に装備され、24時間体制で3分間隔で飛来する輸送機をさばいた。こうして、輸送機、乗務員、地上支援体制、航空交通管制のシステムが完成し、ベルリンへの空輸量は9月には1日4500トンを超えて、 西ベルリン市民を支えられる最低水準を満たした。ソ連側は空路を飛行する輸送機に戦闘機を近づけ、威嚇したほか、空路から外れそうになった輸送機に警告射撃を行うなどの必要な妨害を試みた。航空路内で対空射撃訓練まで実施したこともあった。しかし協定が有効内情、空路内を飛行していた輸送機を迎撃。 および撃墜するなどの手段に出ることは即座に突発的な軍事対決につながる恐れがあるために実行できなかった。作戦期間中、1948年8月から1949年8月までの間にアメリカ空軍が記録した妨害行為の回数は733回に上った。また、いくつかの輸送機が事故を起こしたものの空輸作戦は 耐えることなく続けられた。西ベルリンにある空港はテンペルホーフとガトーがあったが、これだけでは輸送量が不足すると考えられた。そこでベルリン市民の協力のもと特幹工事でテーゲルに新しいテーゲル空港が建され12月7日に開港した。テーゲル空港はその後ベルリン最大の空港として使用されている。 c-54 のパイロットの一人、ゲール・ハルバースン中尉は、繊細で多くのものを失い、甘いものに飢えているベルリンの子供たちにプレゼントを送ろうとして、ベルリン到着直前の輸送機の操縦席の開く窓からキャンディやチョコレートをハンカチで作ったパラシュートで落とす行為を個人的に始めた。これを繰り返したために次第に、ベルリンの子供たちが歌詞を期待して集まるようになり、 そして、米軍の基地に感謝の手紙が送られるようになった。そこから、新聞記者に話が知られ、アメリカ本国でこの行動が報道されると、アメリカ全土から、ベルリンの子供たちへ送る歌詞とそれを落とすための、ハンカチが、基地に殺到することになった。そしてこれはついに部隊の公式の作戦となり、オペレーションリトル・ビットルズと名付けられて、代々的に行われることになった。 これは単に善意に基づく作戦というだけではなく、西ベルリンの市民生活を顧みずに、大国の政治的な都合で、ベルリン封鎖を強行するソ連の非人道的な態度に、対してアメリカの善意を強く印象づけることになり、プロパガンダとしても絶大な効果があったと評価されている。空輸体制が完成し、1949年1月になると、 月間輸送量は17万1690トンに達し、1日平均で5540トンとなった。これは、冬季に暖房のために燃料の石炭使用量が増えることを勘案しても、なお西ベルリン市民の生活を支えるに十分な量であった。4月16日には1日のフライト回数1398回、空輸量1万2940トンに達し、 作戦全期間中を通じて最大を記録してタナー少将のイースターパレードの日と称されるようになった。こうして事前には不可能と思われていた西ベルリン市民の必要とする物資を航空機のみで輸送するという試みは成功したことが明白となった。ソ連が西ベルリン市民による社会主義革命を期待していたのとは裏腹に、 英米両国による生活物資輸送における必死の努力はベルリン市民に英米との連帯感を高めさせることになり封鎖前に頻発していたストライキが影を潜めるという結果をもたらした。なお、この封鎖危機に際してアメリカ合衆国国防予備船体からも18隻の船舶が現役復帰し1970年まで使用され続けた。 空輸作戦の成功が明白となり、さすがのソ連もベルリン封鎖の失敗を認めざるを得なく、なった。こうして1949年5月12日に、封鎖は解除された。ドイツでは、この空輸作戦を称し、ベルリンへの空の架け橋が作られ、空輸作戦の記念碑が建てられている。これと同様の記念碑は、輸送機の出発地となった、ラインマインにも作られた。 空査解除後も空輸作戦は西ベルリン市民の生活の安定のためにしばらく続けられ、公式には1949年9月30日に終了した。1948年6月26日からの総飛行回数は278,228回、空輸物資量は2326,406トンに達した。 空輸作戦で航空機の飛行した距離の総合計は地球から太陽まで届くほどにもなった。空輸作戦に要した費用は当時の金額で約2億2400万ドルで、これは2008年の物価に換算すると約20億ドルほどになる。作戦期間中に17機のアメリカ軍機と8機のイギリス軍機が事故を起こし、アメリカ人31人。 イギリス人40人を含む合計101人が亡くなった。冷戦状態はこの後も長引き、米英物は統一ドイツ建設の試みを諦めた。1949年5月にドイツ連邦共和国、西ドイツが10月にドイツ民主共和国、東ドイツがそれぞれ建国されるが、東ドイツは自国民の西ベルリンへの脱走を防止するため、 1961年8月13日に突如ベルリンの壁を建設した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。